私は開運法の一つとして神社参拝を行うことを提唱しています。しかし神社参拝をしても開運しない、願いが叶わない、こういうケースがないわけではないのです。今回は神社参拝しても願いが叶わないケースを考えてみましょう。いくつか考えられます。大きな願い事であるため、願いが叶うために時間を要しているというケースです。霊界、天国界なら願い事を言えばすぐに叶えられます。霊界は4次元で時間がないからです。大邸宅を建てたいと思えばすぐに大邸宅が目の前に広がります。そしてそれはあなたのものです。霊界なら思えばすぐです。天国界ならということですが、しかし現実界は時間の制限があります。この世である物質界のルールがあります。大邸宅を建てたいと思っても現実界のプロセスに乗っ取らなければなりません。日本を良くするために総理大臣になりたいと思い神社に祈願するのはいいと思います。しかし願ったらすぐに叶う願いではありません。選挙活動から一歩一歩進めなければなりません。そのための導きを神はしてくれます。すでに願いが叶っているケースもあります。願いが叶っているのにそれに気づかないケースです。そんなことってあるのでしょうかと思うかもしれませんが、意外とあります。冷静に客観的に振り返ってみてください。結構願いが叶っていることに気づくのではないでしょうか。合格祈願、必勝祈願など具体的な願いは、願いが叶っているか叶っていないかが明確に結果として現れるのでわかります。幸せな家庭、自分に向く仕事、才能発揮、良き人生、こういうのは具体的にはよくわかりません。冷静に客観的に振り返ってみてください。結構願いが叶っていることに気づくのではないでしょうか。願いが叶わない方がいいケースもあります。ギャンブルにあたる祈願、それに努力が伴いますか？それにより御霊が磨けますか？御霊磨きが本気なのでそこからそれると、私が再審でも動かないかもしれませんよ。略奪愛、不倫、恨み、復讐、幸せの方向に行きますか？やっぱり叶えないでしょうね。しかしこの場合、必ず親身に相談に乗ってくれます。他にも願いが叶わないケースは考えられますが、最後に一つだけ言っておきます。神に誠意がない祈願は問題外です。